ありません。カエルの近くの水たまりを。確かに水たまりありますよね。そうそうそう、これはあの高低差をちゃんと見て、あすごいな、はい、水ができるようになっていたり、まあ、ちょっと屋根があるところだとその下は濡れなかったり、そういう風になるんですね。なるほど、はい、でこういうそのやっぱり生きた世界っていうのをなるべく実現しようと思って、今技術メンバーが鋭意制作中だったりしますね、はい、でちょっとは晴れにしてくれる。今は手元で操作できるようにしちゃってますけど、これ本当は普通に雨が止んでしばらくすると乾いていくっていうのがもうちょっとゆっくり起こるんですね。今高速なんですよね。そうです、今すごい高速モードにしてます。はい、はい、あもう一回キャラクター見ましょうか。晴れたんで。お確かに服ももう濡れてないですね。濡れてないですね。微妙すぎて分かんないかもしれないですけど、髪もね乾いてるんですよね今。細かいな。細かすぎて届かないですねそこ。他のキャラも、ああ確かに、はい、サラサラっとしましたね。あの去年 E3 でお出しした、ゲームプレイのデモ、ちょうど同じロケーションで都庁前でベヒーモスなんかと戦ったんですけど、あの時の環境よりもさらに進んで、今現在、ルミナスとですね、当時 E3 の時に使っていたエボニーというふうに僕ら呼んでいる15のオリジナルの環境と統合して本番環境でゲームが動くようになってます。だから大きくこれから開発が進んでいくと思われます。どんどん進めて。なるほど、うん、じゃあ実際動かそうかと思うので皆さんちょっと見ててください。お UI 出ましたね。で、ま、あそうだね、ここの周りをちょっと 見てもらおうか。回して、すごいっすね。ここはさっき言ったように昨年 E3 の時にベヒーモスと戦ってた場所ですね、はい、で今手元で時間も変えられるようにしてるんですね。本当はゲームの中で沈っていくんですけど、24時間どんどん変えてください。お暗くなってきました。そうですね、自然にそのまま夜まで切り替わって、でその後また朝が来ると、でそうやって時間がずっと流れ続ける世界で日が経過していくにつれ、旅が進んでいくっていう風になってます。なるほど。去年 E3 の、バトルのトレーラーにも夜のシーン入れたんですけど、あの時は夜用にかなり何日か時間かけてチューニングしないと夜作れなかったんですが、今は朝昼自然に世界の中で推移するようなところまで行っています。はい、じゃあちょっとバトルを見ていただきたいと思うので、お、ちょっと怖い、高い、これ高いですね。あ、こんな感じですね、上から見ると。今ちなみにこれ大体ね 70-80% ぐらいのクオリティです。体験版をお届けするタイミングだともうちょっとクオリティ上がってると思いますね。なるほど、はい、こんな感じで。じゃあバトル行ってみましょうか。はい、まあ、やっぱここで戦うんだったらこいつかなっていうのを今ベヒーモス言わせますね。はい、あれあれちっちゃいのは、あ、ゴブリン。これ今回一押しのゴブリンです。ゴブリン芸が細かいしキャッキャ笑ってたりして、ちょっとファイブチックなゴブリンですね。あ、そうですね、あのね、洞窟に入っていくとこいつ結構いるんですね。今ずっと避けてますけど、これはこれはまあ細かいゲームシステムの説明は今回ちょっと避けますけれど、ずっとボタンを防御のボタンを押し続けてるとああやって回避をし続けてくれる、そういうシステムになってますね。なるほど、はい、攻撃も攻撃ボタンを押してるだけで勝手に攻撃してくれるんで、アクションなんですけどすごく簡単にいろんな技が出るようになっていて、なんかこう去年の E3 の PV よりももっさりしたんじゃないかな、はい、意見もありましたけど、らしいですね、もっさりしてません。たださっきちょっと言いましたけど E3 の時はまだ別の仮の環境で開発してたんですよね。で仮の環境で一回一気に完成度を引き上げてこれくらいのゲームに仕上げようっていうのを決めたんです。そして今
本番環境に移行している段階なので、まだ完全にモーションなんかも、100% の状態に持っていけてない部分はあるので、まあ、これからどんどん良くなりますよ。ちなみにもう時間の方がどんどんなくなってきているということなので、ベヒマスで倒せたりするんですか今。これ倒せますか。さっきからイグニスと協力攻撃したりしてると思うんですが、これも特別な操作は必要なくて、近くにいる仲間とその時出せる連携技が自動でどんどん出てきます。はい、もうちょっと無理だね。そうですね、うん、ちょっと時間がもう足りない。ここまでしか無理みたいです、ごめんなさい。あ、でもあー、もう倒した。あ、ギリ倒しましたね。はい、はい、はい。さあ、ということで実機プレイだったのか、どうもありがとうございました。PV 詐欺ではないということがお分かりいただけたかなと。でもあっという間に30分です。いや、ちょっとやっぱすいません、時間短すぎましたね。そうですね、はい、またあれですよね、スクエアニックスプレゼンツとかで、うん、このロング版みたいなのやってみたいですよね、はい、あ、もちろん全然いいですよ。